STU48 が瀬戸内の魅力を紹介する企画、瀬戸リスト。今回は兵庫県淡路島です。はい、淡路島にやってきました。イエーイ。今日はいっぱい淡路島の魅力伝えようね。はい、レッツゴー。神戸から明石海峡大橋を渡ってすぐのハーモニーファーム淡路に来ました。じゃじゃじゃーん。着替えてきました。着替えました。それでは乗馬体験に行ってきます。今日乗っていただくのがこの子ドラムくんとこっちの裕次郎くんになるんですけど、はい、まあ、どっちか好きな方でいいんでお願いします、はい。早速乗ってみました。かわいい。重いよ。乗りました。でも私2回目なんですよ。だから全然今日もすごく楽しみで来ました。ワクワクです。行きます。じゃあ行きます。一回そこ両手で持っとってくださいね。ほんとだ、指がでかい。落ちたらどうしよう。初めてです。なんか小さい頃乗れる体験があったんですけど、なんか自分が乗ったら馬が潰れてしまうって言って怖くて。広大な海を望むお花畑、淡路花桟敷まで往復約40分の乗馬です。楽しいです。でもお尻の血流が良くなりそう。ゴリゴリ言う。ふんがふんが言うやん。よし、はい、おいしい？おいしい？最後、はいはい、ごちそうさまでした。おいしかった。うん、おいしかった。おいしかった。かわいい。かわいい。かわいいね。手を合わせてください。はい、いただきます。いただきます。でかい、めっちゃ。おー、1個。すごごろ関西地域で強い地震がありました。